武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は岩手大学の英語の勉強について話していきたいと思います。英語ですが、人文社会と教育、で英語が出題されています。で、こちら問題が別となっていて、時間90分で、教育は2016年は大問3題だったんですが、15年14年は大問4題、そして教育は大問3題が継続するような形となっています。で、人文と教育で結構問題の傾向が異なっていてですね、人文社会、どちらもまあ割と和訳、英作文、まあ、自由英作文などの記述、まあ問題が中心なのはそうなんですが、人文社会の設問がですね、割とその文章読解プラス、意見を書いたり、する、必要があるので、小論文に近い要素が、出題されています。まあ、こちらは自由英作文の参考書でもできなくはないんですが、まあ、ただ意見そのものが思いつかない、何書いたらいいかわからないっていう場合には、小論文の書き方の本を一冊仕上げておいた方がいいかなとは思います。なので、人文社会、受ける場合には、長文の難易度的にはマーチレベル読めてれば、全然対応できる、ものではありますので、マーチレベルの長文と、和訳、まあ英文和訳演習の基本、が、基礎編がまあできていれば十分、ですね。で、英作文が和文英訳と自由英作文、こちらをやっておくという形になって、で、それだけでもう記述できるということであれば、まあ、それでいいんですが、まあ、足りない場合には、現代文読解の開発講座など、やった上で、さらに小論文の完全攻略本などですね、小論文の書き方の本などを、一冊やって、意見の書き方などを練習して、まあ、それを英作文にする練習をしておいた方がいいかなとは思います。そして、教育の英語に関しては、こちらは、割とオーソドックスな、記述がしっかりできれば、十分対応できる、難易度、ではありますが、こちらも自由英作文も必要だという点と、2015年、14年に関しては、リスニングが、出ていたというので、今年度、以降も復活する可能性はあり得るかとは思いますので、リスニングに関してはですね、センターレベルのものをやっていれば、あとは過去問をやっていけば十分、対応できる、難易度かとは思いますが、ディクテーションが、過去、出題されておりますので、ディクテーションができないという場合には、リスニングのトレーニング Z 回のものですね、の必修編などをやっておくと、いいかなとは思います。で、通常の対策に関してはマーチレベルの長文と、和訳、英文和訳演習の、基礎編、そして、英作文ハイパートレーニングの、和文英訳自由英作文、やっておく。で、記述の方が、ちょっとできないなという場合であれば、現代文読解の開発講座、などで、日本語で説明する練習をして、あと国公立標準問題集キャンパスなので国立の取材形式に慣れておく。こちらは人文社会もやっておいてもいいかもしれませんが、人文社会に関してはそれよりも、自由英作文の部分ですね、こちらが回答できるかどうかっていう点を見て、それができる上で余裕があれば、追加でやるぐらいのものでいいかとは思います。以上が英語の勉強となります。